そうですね、確か中学の、行く途中にそういえばあったっていうのを記憶してましたね。松尾神社、はい、参拝します。参拝します。石段が相当高いですね。はい、結構あります。苔が生えてるんでね、滑りやすいですからね。こういう松の、枯れたものとかありますんで。俺でも、学生時代、一回来たことあるかないかぐらいかですかね。はい。もうあと行き帰るだけだったんで。あ、こんな感じですね。狛犬。お久しぶりです。お久しぶりです。実際、神社ではあるんですけどね、あそこになんか抹茶ありますね。さあ、ここは、中にあるんですね。開けてもらって。あ、ここ開かないですね。今開かないようになってますね。多分。おさい銭箱。多分そうですね。これ滑るタイプですね。あ、中に入れないようにはなってるんだ、今。開かないですからね。まあ、正月は開けるんだと思いますけども。はい。正月はね。さあ、ロートセブンに東東さん、お疲れ様で。お願いします。プーチン失脚、ウクライナに勝利を、ロシア敗北、よろしくお願いします。はい。抹茶行きましょう。あれはなんだ。抹茶が、俺なんか抹茶あったような気はしなかったんだけど、抹茶あるんで。わあ、すごい木だな、これ。いや、蛇みたいに。はい。すごい。こちらは、こう、これはわかんないな。いるっぽい気がするんですけど。よし。あ、なんか開けられない形になってんのかな。開かないですね。開けられない。これ普通に手合わせる感じかもしれない。ロトさん、一等お父さん、お力添えください。お願いします。プーチン失脚、ロシア敗北、ウクライナの勝利をお願いいたします。さあ、こちらですね。こうくぐって、これが何なのかですね。これでもお賽銭入れるところがないですよね。明日、しょうがない。ロトセブン、一等当選、お力添えください。お願いいたします。プーチン失脚、ロシア敗北、ウクライナに勝利を、よろしくお願いいたします。はい。松尾神社。